こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は羽化当選です。仙人となって羽が生え仙界に昇るという意味から、俗世間を忘れて全てにとらわれない自由の境地に例えます。使い方は、美酒によって羽化当選の気分だなどと使います。テーマから羽化当選を楷書で書いてみます。それでは今から羽化当選を行書で書いてみます。それでは今から羽化当選を草書で書いてみます。それでは今から羽化当選の創作作品を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。